語ならへんじゃないの。敬語、うん、抜けないですね。慣れないなれないよ。もう今からじゃあ、うん、禁止禁止、うん、何回したら何回。え、わさし損じゃないそれ確かに。あれ対等じゃないね。そうだよね。逆にじゃあ俺敬語使う。逆にいいよ。そうですね。そうですね。そうですね。危ない。あ、分かった。はい、3回やったら、うん、ご飯この後もうん、全然いいよ。え、あ、っすよ早っ。じゃあハンデだねこれは。ですね。1 休日は何をしているの。休日か何するの好きですか。あ、一緒に過ごしたいんで休日。あ、休みの日そこすり合わせしたいです。そうだな。お家も好きだよ。あ、お家ね、お家いいっすよね本当になんか他人っぽいよそうっすか、うん、でも僕いつもそういう風にされてたんで。あ、そっか。いや、尊敬だよ。結構普通に道間違えました今。あ、いいですよ。はい、すいません。そんな一緒にいたいか一回しちゃいました。そんな一緒にいたいか。え、なんて呼んだらいいっすか。普通に今まで通りでいいっすか。あ、ここも右でした、すいません。はいそんな痛いか。おちゃめなとこあるんで。おちゃめだね。はい、なんて呼ばれたい。僕っすか。うん、いつもはしゅんさんでしょ。うん、しゅんくんは。あ、いいよ。はい。あー、この野郎にてか、うまくね。うまい。すぐタメ口使いますね。最新のね、注意を払っているの、うん、いや、多分普段から舐めてたんですよ違うよ誰からもうタメ口でいくわ怒ってあげる。やった、うん、何にしようかな。タメ口でいこうぜ、これから。はい、はい分かった。しゅんくんって言われねえな。あ、言われないですね。いいんじゃない、バイトでもいないでしょ、しゅんくん。いや、でも、うん、急に呼び方になったらバレる、はい、言う。え、どうしようか。やばいね。あ、俺とりあえずゆうたには言わないとな。あ、私も多分りこちゃんには言うと思うんですよ。いろいろ聞いてもらってたしね。敬語使ってよ。気が抜けた。俺どっちかゆうたにめっちゃ相談してたわ。え、そうなの、うん、って言ってたの。え、ちょっと、いや、デート行くんだけどって。あ、それ実況系。俺今日行くって言ってるから。あ、そうなんですか。え、じゃあ今日さ、言うこともしてるの。あ、言ってるよ。そうだったんですわ、ね、さあそうだったね。面白いな。緊張してたね俺なんかこくりそうな空気感でしたしもう余計緊張したよ。面白かった。言われるんかな、言うんかなと思ってちょっとね。嬉しかったな。いや、もうなんかね、今日しかないかったし、さすがに。さあ、聞きたいのがあるの。聞いてもいい？いつから好きだったんですか？僕ですか。もうだから、あの宅飲みの時にはもう、そうっすね。いや、まあなんか、いつだろうね。俺が高かったな。全然わかんなかった。いつだと思う？いつだと思う？でも、デートに誘ってくれるんだと思ったけど、はいはい、いつかは分かんないな。その1ヶ月前、2ヶ月前とかかな。なんかその予想より手前だったら、あ、この時は別に好きじゃなかったんだって思われるかあれ違うんだみたいな。あれ違うんだ。あの時は違うのかみたいな。嬉しかったな。でも記念日だね今日。確かに。あの、半年と1年があればいい派です。あ、100日とか大丈夫。何日とか大丈夫それはいいかな。飽きちゃうの嫌だな、お祝いするのは。ああ、はい、ちょっとね、そういうのは早めにいいかな。バレちゃうかも、俺サプライズとかもないかも。でもしようとしてくれることが嬉しいよ。なんだ、しなきゃ確かに今ね、しなきゃしてねみたいな感じでしたよね違う違う、そうじゃないよ。次どこ行くの。イルミ行きたい。うん、あのね、クリスマスマーケット行きたいの。はい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 、いいね。それがいいな。イルミネーションな。うん、行きたいな。何色が好き。うん、じゃあ青かな。青、俺も青想像してたわ。本当。うん、
ねえかもこれ。くだんねえ。そんな感じでしたっけ？やがめ。シェイジ。嬉しいの。嬉しいの。何が嬉しいの？なんか今日天気が良くて。夜だわ。結構みんなに優しいから。分かんないね。私が？みんなに優しい。そうかな。なんか、うん、デートとか行ってくれるし。悪いとは思ってないのかな。そうだよ、好きじゃないかったら行かないよ。で、何？じゃあ好きって言ってない。言ってないの？言ってないです。本当？そっか、俺まだ言われてない。俺が与えてるのしかない。マジで飯食わないといけないぐらいカロリー使うの。でも言ったことないな。小学校とかだよ最後。マジ？なんて言うの？なんて言うんだろう。サシスタキ。音。まあ楽しみにしてるわ。お待ちください。はい。心の。